こんにちは、黒田和志です。今日もご視聴ありがとうございます。今日はなぜ歴史を勉強するのかという話ですね。僕は歴史めちゃくちゃ大好きなんですよ。三国志もめちゃ詳しいですし、コウと劉邦、あと今キングダムやってるので始皇帝のあたりもかなり細かいですね、史実に基づいた本とこう照らし合わせていろいろ読んでるのでかなり詳しいです。あと豊臣秀吉、徳川家康、織田信長、あのあたりも大好きですし、もちろん坂本龍馬の出てくる幕末のあたりとかもかなり詳しいです。なぜ歴史を勉強するのかっていう話と、あと要は歴史を勉強してると他人がバカに見える知識の集め方っていうのを、この間ちょうどそういう本を読んだので、その辺も絡めてゆっくりお話ししていきたいと思います。はい、なぜ歴史を勉強するのかと言いますとですね、感動があるからです。やっぱりこういう偉人たちがこう世界を動かす瞬間とかすごいなとか思うんですけど、そういったもので自分のこう感動に従ってこうやる気が出たりとか、自分の生きる意味とかこういう風なんだなとか、こういう人でもこうやって悩んでるんだなって共感があったり感動があったりとかする。成功ばっかりしてるわけじゃなくて苦しい時間もあるんだな、俺と一緒だなとかって思うと、やっぱりそういう自分のやり方とか自分の生き方みたいなものの手本になったりとかするからですね。で、感動があれば僕はフィクションでもいいと思ってるんですよ。なぜかというと、自分の人生が結局これで変わるからだと思うんですね。例えばドラゴンボールの孫悟空がめちゃくちゃ頑張って、こんな修行をした、あんなに俺が修行できるんだったら俺だってもっと頑張らなきゃって思えれば別にいいと思うんですけど、フィクションってでも漫画だしなとか思っちゃったりとかするじゃないですか。でも例えばエジソンが、これいろいろ諸説ありますよね。1万回失敗したとか2万回とか2000回とか言われてますけど、書籍の中で1万回って書いてあることがちょっと多かったですが、これは別に1万回であるか2万回であろうかこれは関係ないことだと僕は思っていて、それぐらい自分がこの電球を作るのに失敗したら普通100回200回でめげませんかっていう話なんですよね。そこを1万回も失敗したのに、エジソンっていうのはその失敗したんじゃなくて、合わない材質を見つけた発見なんだと、成功なんだと、どんどん成功に近づく成功をちょっとずつ積み重ねてきただけなんだっていうふうに言うと、エジソンってこんな努力できるんだみたいな、そういったので自分のプラスになるわけじゃないですか。こんな人の想像を絶するぐらいたくさん努力したっていうことに関しては本当は事実なわけじゃないですか。そこに対して1万回じゃなくて2万回だよとか、1万回もやってないのに2000回だよとかっていうのは、これは僕はすごくナンセンスだと思うんですね。それで1万回で感動すればそれでいいと思うし、そこに対して自分の人生が変わって、俺も頑張ろうって思えたらそれで全然いいわけじゃないですか。歴史を勉強するってそこだと思うんですね。例えばキングダムとか調べてると、もう史実がほとんど残ってないんですね、古すぎて。だけど多分こうだろうで、キングダムに関してはめちゃくちゃ今大ブレイクして、歓喜っているんですけど、歓喜って野党だったっていう風にキングダムでセットになってるんですけど、そんな史実はないんですね。だけどそうした方がドラマティックになるじゃないですか。だからみんなが感動してイエーイって思うわけだし、で歓喜がすごくものすごくみんなが想像を絶するような、実際にね想像を絶するような、こんなことをするとか人をたくさん切ったとか、そういうのあるんですね。でそこをデフォルメしてやることによって、みんながすげえ、でもこれ史実なんでしょう、すげえなっていうふうに思うわけなんだけど、かなり強調されててデフォルメされてるとこあると思うんですね。だけどそこに目くじら立てる人めちゃくちゃいると思うんですけど、そこはあんま関係ないと僕は思ってるんですね。だってその古い文献なんていうのは新しいのがパッて出てきてると、もう大逆転なんていっぱいあるわけじゃないですか。大逆転したから、じゃあ別に自分の人生に対してそれでプラスになってたらいいと思うし、そこに対してすごい目くじら立てるっていうのは、すごく僕は勉強してるのに何のためにやってるんだろうっていうふうに思います。なので感動があればフィクション、つまり多少その史実に沿っていて多少フィクションであればいいと思ってるし、実際全部フィクションでも自分の人生が変わって感動があるんだったら別にそれでいいというふうに思っています。そういう意味で人は何のために生きてるのでしょうって話なんですね。でこれもちろん諸説あるし、こんな答えはないと思ってるんですけど、僕は心が震える時間をたくさん持つために生まれてきてるって思うんですね。で、感動したりとか、例えば自分が高校時代ラグビーやった時に、そんな強くはなかったけど、実際初トライした時の心の震える感じとか、でもあんなことって別にラグビーなんてボールを持って相手の陣地行ってボールを置くだけですよ。でそこに対してただそんだけのことやってるじゃん。バスケットボールって言ったらただカゴの中にボール入れてるだけじゃん。でもその過程とか、そういった前後の状況とか、
そういったもので心が震える時間を持つっていうことがすごい大事だと思ってるんですね。で、だんだんこうお金があればとかみんな思うんですけど、お金ってやっぱ結局お金持ちでも自殺する人って多いんですよ。むしろ多いぐらいなんですね。で、結局お金で何でもできちゃうと心が震えなくなってくるんだと思うんですね。だからこう感動がないというか、だんだんこうまあ自分で自分をこうね追い込んでしまう人のポイントとしては、やっぱつまらない、人生がつまらなくなってしまうんですね。生きてても意味がないみたいな、よくそういうこうなんか自分の命を絶つ人がこう言う言葉は、なんかこう人生がこう映画がやってない映画館みたいな感じがするみたいな、そんなイメージなんですね。だからこう何かこう美味しいもの食べて最初それ感動した、でもそれ追求して毎日食べるとだん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 飽きてきちゃうし、でもお金でどんどん美味しいものってエスカレートしていくと、そのうちこうなんかもう満たされなくなってしまうみたいな感じだと思うんですね。今めちゃくちゃ満たされてるんだなとか、こういったしょうもないことでも心が震える時間を持っていくっていうことがすごい大事だと思うんですね。なのでそういったことをやるためにも、僕は歴史とかやるとよく心が震えるし、あ頑張ろうって思うし、実際頑張った時になんか、こうまるでその読んだ小説の主人公と共感してるみたいな、おやったよな俺たちみたいな感じになるために僕は結構読んでるんですね。なので何のために生きてるんでしょうっていうのは、やっぱ心が震える時間を持つっていうのがすごい僕は大事だと思っていて、なのでそういう意味で僕は歴史書を読んでみます。まあ目次としてはですね、ジャズの歴史を勉強する理由と、黒田がジャズの歴史を解説する理由、そして人のために知識を使うっていうののところが、大事ですよっていう、歴史を勉強する上で、自分のためにばっかり知識を貯めてしまうとこんな風になっちゃうよみたいなお話をしていきたいと思います。まずジャズの歴史を勉強する理由としてはですね、例えばまずジョン・コルトレーンはですね、音が語りかけないと意味はないと言ってるんですね。確かにそうでしょう。ライナー読んでもそうだけど、で実際ね、自分シンクロするのが近い人っていうのはね、音でわかるんですけど、自分があんまり聞いたことないジャンルとかはやっぱりなかなか音だけではわかんないんですよね。コルトレーンなんかも聞いてるとわかると思うんですけど、やっぱりこうこの時代はわかりやすい、例えばバラードとかあの辺の時代はめちゃくちゃわかりやすいんですけど、こうブルートレーンとかあの時代はわかりやすいんですけど、でもどうしてもやっぱりこう後期になってくるとわかりづらいじゃないですか。でもあれで勉強していくと、あそういうことやってるんだと思うと結構面白かったりするんですね。なんかそういうこうやっぱり難しいんですよね、ジャズって。なのでやっぱりこうなんかコンセプトとか考え方が分かると理解できる形っていうのがめちゃくちゃ多いんですよ。なのでこう歴史書とか読んでると、あこういう時代背景だったからこういうことやってるんだ、あそれは面白いじゃんみたいな、音だけ聞いても全然分かんなかったけど、これがポンって入ってくるだけでいきなりアンテナ立って、あ意味が分かる、めちゃくちゃ面白いじゃんっていうふうに思ったりとか、ただただ音だけで感動することもあるけど、それだけではやっぱり難しい音楽だと僕は思ってるんですね。そうするとやっぱりこうその人たちがこう伝記でこういう時代を生きてきて、こういうことがあったからこういうことをやってるんだみたいなことをやって聞くと、めちゃくちゃ入ってきて急に好きになったりするんですよ。そういう意味でも僕はこうお伝えしてるんですね。なので僕が自分でそれで感動して、ああめちゃくちゃ分かるようになった、こんなつまらんと思ってた CD がこんなお宝物になるんだっていうのはジャズめちゃくちゃ多いんで、その感動を少しずつ伝えていきたいからやってるだけなんですね。例えばチャールズ・ミンガスのホギーデイ直列エンジンっていう、CD があるんですけど、そこの中にあってるホギーデイっていうやつがあるんですね。ホギーデイっていうのは、ロンドンの、霧のことをこう歌ってるんですよ。でロンドンに来て霧が、かかってて、私はもうロンドンに来てもう何も分かんないって言っていたけど、あなたと出会ったことでいきなりその霧がパッて晴れていくよと、わーみたいな、そんなすごい素敵な歌詞がついてる曲があるんですね。これジャズのスタンダードなんですけど、これをミンガスがやってるんですけど、最初冒頭ですね、サイレンがうーって鳴ったりとか、あのピー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 って警官のこのなんかこう笛が鳴ってたりとか、サックスでパッパッパッパーってクラクションの音を鳴らしてるんですね。でこれは何かというとですね、サンフランシスコのスモッグ郊外を揶揄しているということなんですね。でそれをイメージして、要はそのホギーデイっていうの、ホギーっていうのはこう霧がかかったっていうのを、スモッグの煙のことを霧って言ってるわけですよ。そういうこう、彼はすごくそういうこう社会問題に対してすごくこう通説に批判するような音楽をものすごく作ってるんですね。
あのファーバス知事っていう人の歩き方をこの一つの音に例えて、でそれがこう他の曲でも違う形で出てきたりとか、そういったことをいっぱいやってるんですよ。でなんでこんな音が出てくるんだろうと思ったら、あの人が登場してるんだなみたいな、まるでこう宝塚のなんかこうキャストがこう変わって、こうなんていうんですかね、この人が主人公でこの人が脇役でみたいな感じでなんか音楽作ってるんですよ。でそういうの分かると、あこう組曲みたいに聞くと、あそうか、これはこの人のことを主人公でこうやってやってて、これがこの人は脇役で出てきて、あなるほどなみたいな感じになるような、ものすごく頭のいい作り方してるんですね。そういうのを分かるとパッて聞くとブワッて膨らんで、ああそうか、じゃあこれはこのことを表現してるんだみたいな感じの面白さがあるんですね。で音楽っていうのは、まあ、音を美しい音を表現するだけっていう一派もいるんですけど、やっぱりこのね、あのクラシックなんかだと、これは雷の音なんだよとか、これはこれの音なんだよって表現してるんだよ。でもそういうのナンセンスじゃん、音って美しければいいじゃんっていう一派もあるんですけど、僕はやっぱり音楽ってやっぱりなんか歓喜するものある。これって雷の音、フルートが雷の音やってるんだよって言って、あ本当だそんな風に聞こえるみたいな、僕も特にすぐ信じやすいですから、あ本当だそうやって聞こえる、うんうんうんみたいな感じになって、そうすると本当にまるでそこの映画を見てるような感じになって、目をつぶってるともうずっとその情景が浮かぶ感じ、それで心動くじゃないですか。僕はそういうのが好きなので、だからこう勉強するんですね。勉強すればなんかこうもうちょっと奥、もうちょっと奥、もうちょっと奥、本当にジャズのこう深淵にゴンって触れた瞬間とかもゾクゾクゾクってする音楽なんですよ。そういったところを勉強したい、でそれを伝えたいって思ってるって感じなんですね。はい、歴史を勉強する理由としては、ミュージシャンの歴史を知ることでサウンドの変化が聞き取れる。まあ、例えば今言ったミンガスにしたって、時代によってどんどんどん音楽が変わっていってるし、デューク・エリントンにしたって、もうやっぱ初期の頃、中期の頃、後期の頃、全然サウンド感が変わってます。でその時に何をしたかったっていう、こう考え方とかで、やっぱものすごいサウンド感がものすごく分かりやすく変わっていくんですよ。でそういうのが分かると、あじゃあこの辺のアルバムってこんな感じかなって思って聞いてみたりとかすると、もうワクワクが止まらなくなるとかね。で僕の好きなベーシスト、僕の好きなピアニストがこの時代こう2人はちょっと喧嘩してるんだけど、でもやっぱ音楽でつながっててっていうのをパッて聞き取ると、あこの辺がやっぱり、あでもやっぱ音楽でお互い分かり合うからすごいこういう風になっちゃったのねみたいなのが分かると、なんかもう本当にこう胸が切なくなったりとかね。ただ音だけ聞いててもキャッチできなかったものを、やっぱりそういうアンテナ立てることで聞けるようになったっていうのが、ジャズの歴史を勉強する理由だと思ってるんですね。まあもちろんね、最初から音聞いたら全て分かるよっていう人はもうそれで全然いいと思うんですけど、知識を知ることによって中に一歩ずつ踏み込んでいくっていう、そういうこう深さがジャズとかクラシックにあると思っていて、もちろんポップスでもあるんですよ。あるし、そういったものをやっぱりこう勉強していくことで知ることができるなみたいな。好きなサウンド探しやすくなるっていうところもあると思うんですね。やっぱりこうこの人の感じで今この時代だから、多分この辺の年代だとめちゃくちゃいいんじゃないかなみたいな、ワイン探すみたいな感じでね、できるようになったりとかすると思うんですね。でそれが当たったり外れたりするんですよ。そういう面白さがあって、であとただ単純にですね、僕のヒーローのマイルスとビル・エヴァンスがお互いこうやって思ってて演奏してたんだみたいな、マイルス側から見るとこうだったんだけど、エヴァンス側から見るとこうだったんだなとか、客観的に見るとこうだったんだなみたいなのがやっぱり分かると、まあ、ただ単に、僕もちょっとミーハーなんで、ヒーローたちのつながりを見るのも感動みたいな、要は仮面ライダーの1号がいて2号がいて3号がいて力を合わせて何かをやったみたいなシリーズがあると見ちゃうじゃないですか。そんな感じだと僕は思ってます。はい、解説する理由ですね。やっぱ感動や共感をね、共有したいんですね。僕もう映画館とかもよくこうね、知り合いと行ったりしますし、あと、海外にジャズフェスなんかに行くよう生徒連れてったりとか、もう自分が演奏しないのも好きなんですよ。まあ、ただただいい演奏をみんなと一緒に見に行って、今のすごかったねとか、次これやるとか、これ見に行こうよっていうのがワクワクするタイプ。だから共感したい、共有したいって思うタイプなんですね。だから自分が歴史を読んで、うわすげえ、あそういうことだったんだって思った時に、もうみんなにお話ししたいんですよ。という意味で僕は解説をしてるんですね。でまあ、大好きなジャズを、まあ、自分が大好きなジャズを皆さんに興味を持ってもらって、やっぱジャズっていうものを好きな人が増えていけば、自分の演奏の幅も広がるし、自分がやってることも広がっていく。ましてや今なんてラーメン屋さんでもどこでもジャズがかかってるじゃないですか。スペイン風邪ってあって、その後に、まあ、世界恐慌もあって、そのこういうちょっと前後してますけど、戦争があったり恐慌があったりとかして、でその後に、こう第一次世界大戦、第二次世界大戦があって、あとぐらいにジャズってやっぱものすごくブレイクするんですね。
あの時代はアメリカ黒人奴隷解放戦線があって、でもその差別があって、でそういうこう大きな事件があって爆発して、マルコム X っていう人が、黒人っていうのはその白人の下じゃないんだ、むしろ白人の方がこうデビルなんだみたいな、だからこう黒人の方が上なんだっていう考え方がボンって出てきてですね、こう捨て棄したもので自由を求めてるっていう空間の中で、ジャズっていうのはこう自由にアドリブできるわけでしょ。やっぱりシンクロするんですね、そういう時って。なのでバーンって広がる、そういう時にジャズをいっぱい詳しくて、こういうことやってるんだとか、ジャズを聴く耳を持ってるとすごくいいと思ってるんですね。そういう感動や共感とかを共有したいわけですね。なので大好きなジャズに皆さんに興味を持ってもらいたい、今だからこそジャズを勉強してほしいなって思ってこのチャンネルやってます。で、人のために知識を使うということですね。これは自分のために知識を集めるとどうなるかっていうとですね、これこうよくこう本とか読むでしょ。で、自分のためにばってこう、まあ自分のためだけにこうやって集め始めるとですね、他人がバカに見えるんですね。間違ったことを言ってると違うっていう話になるんですよ。これ僕本当に、ね、体感したこといっぱいあるんですけど、あるミュージシャンの伝記をこう僕とあるミュージシャンと読んでてです、その本人に会ったんですよ。で、その本人にいろいろ話を聞いてる時に、本人にそれなんかこの年代の時に誰々と共演してめっちゃこういうとこ楽しかったんだよねとか、あの時は結構僕は不仲って言われてたんだけど、実はこの時はね、僕らは結構電話したりとかしてたんだよねって言ったら、もう片方の人がですね、いや僕はあんたの伝記読んだけど、それ時系列間違ってるっていう話をし始めたんですね。で、結構ビビっちゃって、いや本人が言ってんじゃん。でもまあ確かにこう歴史って僕こう思うんですけど、例えば自分がもしね、ディズニーランドに行ったとかね、ディズニーランド僕3回行ってて、2回目の時 C 行ったんだよね、その時に彼女と行ってすごい楽しかったんだって話をしてる時に、違うよそれ全然違う、1回目じゃなくて実は4回行ってて、2回目はディズニーランドで、3回目が、そのディズニーシー行ったんだけど、ランドの時に彼女と行ってるはずみたいな話をしたら、この何のためにその過去の話をしてるかがもうむちゃくちゃになってるというか、結局その感動の話をしたいのに、その時系列にこうやたらこうピンポイントで、これが自分のために知識を集めてる人ですね。もう自分のためだから、自分が合ってる、相手間違ってるみたいな、本人だとしても間違ってる、まあ本人も忘れてるんですよ結局。忘れてたら時系列ぐちゃぐちゃになるでしょ。だって、皆さんそのディズニーランド何回行ってますみたいなね、何回行ってるか、なんとなく 3,4 回とか、まあ、1回しか行ってない人は分かるし、行ってない人は分かると思うんですけど、例えばよく行く場所で、ね、そこの場所に何回行ってますって言われたら、覚えてないなってなったらさ、その時には、いや、あんた20回だよ、なんで忘れてんの、あんた本人でしょって言われたって、そこじゃないんですよね、結局ね。結局、心触れる瞬間っていうのは、その数字じゃないし、時系列じゃないですね。ボヘミアン・ラプソディ。あえて、あれ、ドラマチックにするために、こう、前後関係をちょっと変えてたりするんですね。それが濃すいって言ってた人もいるんですけど、何言ってんの？別にそれが合ってたところで、あなたに対して何があるの？みたいな。そこに対して、その感動で心を震わせることの方が大事だし、そこの方が僕は全然大事だと思うんですね。そういうドラマチックで、実際その、思ってたことをデフォルメしたいから時系列変えたのかもしれない。それが別に僕は悪いことだと全然思ってないし、結局だって他人の人生じゃないですか。そんなものを時系列を揃えたところで、別にそこを大事なのみたいな感じですね。キングダムの歓喜のやつをその史実通りにやって、野党じゃない、もうそういうのがないか野党っていうことにしないとしたら、あんなドラマチックにならないわけじゃないですか。ドラマチックになった方がみんな読むわけじゃないですか。だって別に史実じゃなくたって孫悟空読むでしょみたいな、それと一緒じゃないですか。結局何のためにそういうの読むかって言ったら、やっぱり自分の心の中にそういったこう自分のない世界をやっぱり入れていきたいということなので、やっぱり自分のために知識を集めると他人がすごくバカに見える。これ僕も一時期あったんで、自分もそういうことを言ってた時期もあるし、本当に胸が痛いことなんですけど、やっぱりこういうふうに見えるなって思います。で、人のために知識を使うっていうのことはですね、他人のために知識を集めるとこうやって全然忘れないし、ものすごく意味があるんですね。例えば新聞を読んでても、あ、この記事は誰々さんに役に立つからこれ絶対教えてあげよう、もしくは写メ取っといてあげようとか送ってあげようとかね、この知識は、この本の知識はこれは誰々さんにすごい有用だからっていうふうにやっていくと人が集まるんですよ。心を震わせるって
っぱり自分一人で生きていて自分一人で死んでいくんですけど、心を振らせるために僕は生きてると思うんで、それってやっぱ人とのやっぱ交流なんですね。音楽だってそうで、一人で演奏して誰の前でも演奏するのでこっそりやって、それがすごい楽しい人ってまあごくごく一部分いるんですけど、やっぱり普通は他人と合わせたい、そして他人からよく思われたい、だからみんな勉強するわけじゃない、練習するわけじゃないですか。ってことは考えるとやっぱり他人がいて自分なんですよ。他人に対していろいろやっぱりこうギブをしていけばやっぱ回り回って返ってくるんですけど、他人に対して知識をですね、結局そこの目くじらを立てて、それ違うよ、それずれてるよとか、お前ちゃんと勉強しないよとか言うんではなくて、あ、それ俺はこういう風に習ったんだけど、だってまあ大概言ってくる人ってそうなんですけど、本人にも会ったことない人が多いんですよね。で僕本人に会ってたりとかしていろいろ聞いてたりするのに、それ本には載ってないみたいなこと言われたりするんですけど、まあ実際本当に本人に載ってなかったとしても、まあ本人が言ってたらそのことは本当ですけど、時系列違ってたりとか本人もしますからね。そこじゃないんですよね。やっぱりこういうふうにやっぱ他人のために知識を集める、自分が読んでアカンとしたら終わりじゃなくて、やっぱりこうブログに書いたりするのは、あ、ほんで実際そうやって調べてみて、あ、実際こうやって読んでみて、あ、そうだ、ほんとほんとほんとだっていうふうに思って、で実際にその YouTube なんかで今全部聞けるじゃないですか。で聞いてみるわけじゃないですか。前回聞いた時より全然膨らんで聞こえて、うわやったすげえ重いよ、あ、なるほど、この音ってこれじゃないのとかって思って、でブログに書いてるんですよね。そのリンクも貼って、でこういうことが書いてあったよっていうことが書いてある。そうやってやっぱり知識を人に、誰か僕のやっぱり読者さんにあげたいなっていうふうに思ってるわけじゃないですか。やっぱそういうふうにしてからやっぱり知識ってすごい身につくんですね。年代とかもパッて説明しなきゃいけないからちゃんと覚えてるし、そういう意味ではやっぱりこう人のために知識を使うっていうのがやっぱり意味があるし、忘れないし、いいことずくめなんですね。やっぱり他人に対して知識を集める、やっぱり自分に対して集めていくと、どうしてもこう家にこもってしまって本末転倒なことになってしまうんではないかなっていうふうに僕は思ったりします。はい、まあ楽器の練習もそうでしょっていう話なんですけど、これもさっきの話の続きですけど、例えばまあ今僕ベース練習してるんですけど、自分のためにベース練習するってなるとね、やっぱ怠けるんですよね。でもね、ライブもう決めちゃうんですよ。だからもう目標設定してそこにもうライブをしなきゃいけない。僕なんかも大学のコンサートでベース弾こうって言ってるから、その日までに適度に上手に弾けなきゃいけないってなると毎日練習するし、やっぱりそういうこう人のために、要は自分がめちゃくちゃだったらまあそれはそれでいいんだけど、他人に迷惑かけると思ったらやっぱりしっかり練習するじゃないですか。でやっぱりこう人のために知識を使う、自分に得たものっていうのはやっぱり自分の中で完結してしまうんじゃなくて、人のために使うっていう風にすると楽器の練習なんかも上手くなるんじゃないかなって思ってます。だから中国語なんかも今勉強してるんですけど、やっぱりこうただ一人で中国語やってるだけだとあれだから、やっぱりこう先生に習いに行く日程を決めてたりとか、今度、まあ僕も大学に生徒がいるんで一緒に中国に中華料理を食べに行くから、そこまでにいろいろ中華料理の知識とかを中国語で喋るようにしとこうとか、でその人たちと交流するといいなみたいな、そういったこうギブっていうのをやっぱりすごいしていくと、人のために知識を使うとすごくこういろんな意味でいい形になるんではないかなっていうふうに思います。はい、本日のまとめですね。知識は人のために集めるのが大事ということでございました。なのでこう歴史なんかも勉強してて、自分がいいなと思ったら人に話したりとか、なんかこう SNS とかで今ね Twitter でつぶやいたりとか、そういうことができる時代じゃないですか。そうやってこう人にこうこういうことあって感動したよっていうのをこうどん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 露出していくと、やっぱりいろんないいことが起こるんじゃないかなっていうふうに思っています。なのでそういうこう他人がやってることに対して知識をこうそれ違うとかずれてるとか、それはやっぱり自分に対しての知識なんですね。だからこういうところで感動したよとか、こういうところで俺はすごくこうドキドキしたよとか、そういったものをこう発信していくと、違う知識があったとしても、あ、そういうデータもあるのねみたいな、いや本当にね、今日本当に さっきこうエジソンって何回失敗したんだっけっていう話しようと思ったら、1万回2万回2000回少なくとも3つは出てきてますからね。で僕が読んだやつは2万何回なんですけど、それ話してた時にこう2万回も失敗したんだもん、それを失敗って言わなかったんだよって言った時に、それ2万222回みたいなことを言う人が本当にいるんですよね。それ大事みたいな、222にはどう大事なのみたいな感じがしちゃうんですね。だからそこじゃないんですよね。だからそこはやっぱ自分のための知識なんだ、だからそうなっちゃうんですね。他人の対しての知識だったら、あ、そういう見解もあるんだ、あ、そういうこう本もあるんだとか、僕も全くデータなしで自分で適当に喋ってないですから、必ず本は、誰かの一人にあるやつで映画を
1,2 本見て本をちゃんと一冊精読して、その他のこう要はそのウィキペディアとか英語版とかも読んだりとかして、一応その信憑性のあるお話をしますけど、まあ、書いてあること正反対のこと書いてたりすることがあるんで、なのでどれが正しいか分かんないけど、自分はこういうとこが好きだよとか、こういうとこら辺のエピソードが好きだよっていうお話をしていきたいなと思っているので、そういうところで皆さんでこう楽しくこう、あ、俺はこういうエピソード聞いてるよって言ったら、ほうほう楽しいじゃんみたいな、なんかね、こうこの間あのボサノバでアントニオ・カルロス・ジョビンが、マンノートサンバを作ったのは、これはあの学校の授業で一つの音だけを作ってコードつけて勉強しなさいっていう風に先生に言われたやつで作ったっていう話があったんだけど、まあ、あるミュージシャンから聞いたら、それは実はあの、ナイト&デイのあのバース、あれがずっと一つの音をずっとこうやってるから、それにこう感化されて、そこからインスパイアを受けて自分の曲にしたっていう風な話もあって、どっちも面白いですよね。なので僕どっちも感動するんですよね。どっちが正しく関係ないですからね、僕からすればね。だってどっちも面白いじゃない、ありそうだよな。でも俺は多分こっちが好きだなとかいうのもあるんですね。多分デューク・エリントンがね、あのインナーセンチメンタルを作ったっていうのは、あれお母さんのためにって書いてある本がめちゃくちゃ多いんですね。お母さんが亡くなった時にセンチメンタルな気持ちになったよっていう風に作ったっていう風にも言われてるんですけど、なんかこうちょっとこれデューク・エリントンが作った作り話かもしれないですけど、あるこうパーティーに行ったら女の子2人が喧嘩してる、すごい可愛い女の子が2人喧嘩してる、どうもあの私の彼を取ったとか取ってないとかっていう話をしてて、であのものすごい真摯なデューク・エリントンがね、お嬢さんお嬢さんたち何をしてるんだいって言ったら、その勉強そんなことで喧嘩しないでって、僕は君たちに作曲をしてあげるからって言って、ピアノの横に座りなさいって、こっちに女の子座らせて、こっちに女の子座らせて、こんなメロディーはどうかなって言って弾いたのがインナーセンチメンタルムードで、2人はいつの間にか合唱して仲良くなってたっていうお話があるんですけど、まあできすぎだから多分作り話だと思うんだけど、それもいいなって思うじゃないですか。でもこれがどっちが本当かってあんま関係なくないですか。だってその徳川から見たその歴史書と徳川反徳川から見た歴史書だったら言うてること全然違いますよね。だから視点によっても全く違うわけだし、そのあるエピソードとして曲を作った時にそういうこうもうできすぎなお話とかあってもニコッとするのも僕は好きだし、まあ、お母さんに対しての思いっていうのも切なくて好きだし、どっちでもいいじゃんみたいな。でもその2つのやつを知ってると、コテはどっち側なのかなみたいな、なんかイメージ的にはお母さんっぽいかなとか、あ、女の子をはべらせてる方かなみたいな感じで考えたりとかすると楽しいじゃないですか。だから知識は人のために集めて、いろんなところで分散させて、どれが本当なんだろうね。でも本当かどうかは全然関係ないんで、そこに関しては。でもその自分が本当だと思ったらそれは本当だと思うし、自分が嘘だと思ったらそれは嘘だと思っていくもんだと思うし、どっちも楽しめれば僕は最高だと思ってるので、そういう意味で僕はこういろんなこう人たちを調べて、こんな話があってこういう話でこういうとかいいよねみたいなとか、これでこういう話のエピソード後にこれ聞くとすごいなんか胸にグンってくるよねっていうような紹介の仕方をしてるわけで、史実が多少ずれたりとかしてることは僕もできるだけ本読んで、できるだけ本でチェックしながらやってますけど、多少ミスりますしね。でもそこはあんまり僕は関係ないことだと本当に思ってるので、また今後も、いろんなミュージシャンを取り上げて、まあ、いろんな素敵なエピソードがいっぱいあるので紹介していきたいなと思いますけど、それ自体が本当フィクションかどうかっていうことよりかは、自分がどう心が動いて自分がどう感じたかの方が大事だと僕は思っています。なので知識は人のために集めましょうということで、本日は以上になります。今日も最後までご視聴ありがとうございました。